この左の吾妻島には3000万キロリットルを超える油が貯蔵されていると言いましたが、この島に大きな米軍のタンカー、米軍がチャーターした民間のタンカーが接岸して、一旦島に貯蔵します。それから必要に応じて小さな船に積み込んで各船に運んでいく。あの大地が新しい弾道弾迎撃ミサイル SM3 ブロック2という弾道弾迎撃ミサイルを貯蔵するための新しく作られた弾薬庫です。非常に大型のため、従来の弾薬庫では取り扱えず、新しい弾薬庫を作る